木村拓哉さんはどんな人ですか？めっちゃ優しい。木村さんはめっちゃ優しいね。特になんか、わかんない。俺が演者だからっていうのもあるだろうけど、スマップさんとかの番組からやっぱデビューしてるっていうのもあって、すごいよくしてもらってます。木村さんの番組にも出させてもらって、めっちゃ、うん、優しく絡んでくれるんで、ほんとなんかいいお兄ちゃんみたいな感じの、で超かっこいい。やっぱ木村さん超かっこいい。やっぱ本物を目の前にすると、マジちょっと照れちゃう。かっこよすぎて。うん。で、ライフスタイルもかっこいいし、本当に、うん、なんか、やっぱ俺らの世代のナンバーワンスターだから、トップスターだからさ、スーパースターだから、うん。で、奥様、工藤静香さんでしょ？ほんで、娘二人とも、ね、こうきちゃんも、なんだっけ、あともう一人、コウキちゃんとなんだっけ、ココミちゃんだっけ。二人ともなんかよくできた子だしさ、あ、もう理想の家庭じゃない？なんか、そんな気がする。もう、日本人のも芸能界での最も成功した例じゃないですかね。木村さんの収入とかも半端じゃないだろうしね。もう、すごいよ。家とかもすごいじゃん、なんか。ちょっとこう、ちらっと、あの、ココミちゃんとかがさ、なんかライブやってたりするじゃん、なんか動画撮ってたりするじゃん。すげえじゃん、もう家。とんでもねえよな。